はい、それでは本日の試合は前田レンジャーズ対ユキムハイエンドボーイズ、本日も前田レンジャーズの試合をプロ野球解説者の前田幸永さんを呼びして私浦部と共に解説させていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まずは先頭の松橋で独立リーガーですからね、はい、で、まあ、駒澤大学野球部で1年生からベンチ入りをしたという実績もありますからね、はい、まあ、その後にいろいろあってね、駒澤大学野球部を辞めてしまうわけなんですけれども、そのまあセンスはキラリと光るものがありますよね。はい、まあ惜しい当たりでしたが、続く久保田が久しぶりに試合で彼がヒットを打つところ見ましたね。そうですね、はい、広陵高校では見たことがなかったですね、うん、そして続く都築克幸キャッチャーフライ、はい、あれって言ったまあ彼もね、はい、日大三高時代甲子園で優勝というね実績、そしてね夏の甲子園では16本のヒットを打って、はい、まあ、過去の甲子園でも3ん歴代3位ですよね、確かね。そうですね、はい、ヒットの本数はね、はい、そして1回裏レンジャーズの先発は小村徹、先頭にですね、これいきなりエンタイトルツーベースを浴びてしまうんですね、そしてノーアウト2塁のピンチを招きます。まあ、小村投手ももともとね、まあ、ベイスターズでも実績はありますし、はい、素晴らしいボールを投げるんですけどね、この後は三振に取って、うん、この後3番ですね、これがまたエンタイトルツーベースになって1点を失います。このバッターどうもあの久保田、キャプテン久保田と副キャプテン金子の同僚だったらしく、ええ、大学時代の。あ、明治大学準硬式野球部ってことなんですか。はい、もう、まあ、であればね、まあ、公式準硬式の多少の違いはあれど、なかなか六大学の方でね、はい、まあ、準硬式とはいえね、野球を続けられるっていうところではやっぱり実績ね、まあ、高校時代もそうでしょうけれども素晴らしいものがあるはずですからね。はい、しかしこのあと2者連続三振に奪い、小村最少失点で相手を抑えます。まあ、この辺はね、まあ、1点を失っても落ち着いて投げることができてますね。はい、続く2回ですね、先制を許した直後でしたが、この幾野のレフト前、その後の丸山のライト前でしぶとくつなぎまして、なんと橋本の、おお、橋本ね、橋本、はい、橋本、これがヒットになっちゃうんですねなるほどこれで同点となります。まあ、彼は中学時代うちにね少し在籍していたんですけども、ちょっとやんちゃで、ね、まあ、途中で辞めてしまって、この間久しぶりにねショッピングモールで会ったら更生しましたって自分で言ってましたから面白い、まあ、それぐらいやんちゃだったということですね。なるほどですね、うん、はい、2回の裏同点に追いついた次の守りではエラーなどで出塁があったものの、小村圧巻の3奪三振で無失点、うん、これで2回で6奪三振となります。まあ、アウトは全部三振というところですけど、まあ本当にこう綺麗のあるボールを投げますよね。で、変化球がこうツーシームなのかワンシームなのか、ね、すごく動くボールも投げられるんですよね、彼はね。そうですね、右の外のこのボールが、うん、そう動くんですよ、かなり。はい、ナイスピッチングですね。いいボールですね。はい、3回表、勝ち越したいレンジャーズはキャプテン久保田がフォアボールで出塁しますが、続く都築が、ゲッツー崩れで入れ替わる形になり、そしてまさかの盗塁を成功させます。甲子園の安打製造機もセカンドゴロですか。はい、しかしこれですね、もう走るんですねしっかり決めます。まさかの、まあ、続きももう38、30、今年9ですかね、彼もね、はい、いや、まだまだ走れるんですね。動きますね、はい。まあ、しかし、このような形で得点圏にランナーを置きますが、得点にはつながりませんでした。3回裏、小村ですね、先頭打者を打ち取った後連打でピンチを広げると、センターへのタイムリーを浴びて、1点の勝ち越しを許します。相手の打者も結構触れてますね。そうですね、やっぱりこう対会などにこうガンガン出るようなチームだと聞いてはいますので、やはり戦い慣れしていますね、うん、はい、そして1点を失うんですが、この後続を2者連続三振最少失点で抑えます。
キレがありますね。はい、ナイスピッチです、うん、さて4回1点を勝ち越された直後、レンジャーズ鳥海の、内安打で丸山の2打席連続となるヒット、で橋本のショート強襲となる内安打で、ワンアウト満塁とします、うん、ショートゴロですね、エラーじゃないですか優しいスコアラーだったみたいですね。で打席には正橋です。この同点にしたい場面でこの片手一本技あり、ちょこんと合わせましたね。はい、これで同点とします。さすがと言いますか、うん、無理に打ちに行かないですね、やっぱり。そうですね、はい、同点の直後の4回裏、小村先頭から三振を奪うと走者を塁に置きながらも粘りの投球で毎回の9奪三振で抑えます。うん、まっすぐもそうですし、あとは変化球、曲がり球ですね。まあ三振は当然、まあ、これぐらいのボールが投げるということであれば、三振も増えますね。はい、あの小村が松橋のストッピングをすごい褒めてたんですけど、これですね、さすがですね、素晴らしいですね、うん、そして、5回表レンジャーズは小村のネットになんとか応えようと大垣がヒット出塁するも、なかなかこう点を奪うことができませんね。後続は続きません。まあ、相手も、ね、まあ、かなり強いチームですし守備も硬そうですね。はい、しっかりこう守られますね、うん。はい、さて5回裏、小村この回も先頭から三振を奪い、これで5回2失点10奪三振という、うん、素晴らしい、はい、先発としてはもう文句なしといったところでしょうか。そうですね、はい、はい、ナイスピッチングで す,、うん、ね、はい、です。さて6回表橋本の振り逃げ、チューする、はいさらに松橋のイレギュラーによるヒット、これですね、お跳ねましたね、すごい跳ね上がってしまってこれヒットになりますね。これで1、2塁のチャンスを作ります、うん、その後ですね、またも久保田がフォアボールで出塁と、うん、いうことでこれで満塁となります。絶好の勝ち越しのチャンスを迎えたところでここで打席に回っていくのは都筑克行、おー、安打製造機、そしてこの辺りですね、打った後がやっぱりいいですね、はい、高校時代の映像も見たことありますけれどもね、打った後のあのねバット投げもね、健在ですね。さすがですね、うん、これが、センターへの2点タイムリーとなりレンジャーズ勝ち越しに成功します。さらにこの後小村の犠牲フライですね、自らの勝ち星をつけるためのこの追加点、これで点差を3点とします。はい、この回から小村に代わって幾野がマウンドに上がり三振と内野ゴロで簡単にツーアウトにします。はい、しかし直後2本のエンタイトルツーベースを浴び1点を失ってしまいます。これですね、まあね、ツーアウトから油断するわけではないんですけどね、まあ、エンタイトルツーベースというところで、もう本当相手の打者もこう力がある選手が、かなり多いということだと思うんですよね。はい、やはりこの上位打線、うん、しっかり甘く入ったボールを逃さず振ってきましたね、うん、まあ、しかしながらこう連打連打でそのまま許さず最初失点に抑える形で、7回最終回の攻撃に向かいます。はい、7回表最終回の攻撃、さらに追加点が欲しいレンジャーズでしたが簡単に2アウトとされ、打席にはですね私です、うん、ヒット見たことないですね。はい、それがですね打っちゃうんですね。おっと、なんかあっち向いてホイみたいでしたね今まっすぐ 1,2 の3でうまく当たってくれました、うん、はい、いいバッティングじゃないですかね。強く振るっていうのが原点ですから。はい、ありがとうございます、
その後この松橋の打球すごいいい打球だったんですけど、センターがこのプレーです ね、うん、ね、相手の、まあ、ポジショニングと、ね、その打球の判断の良さですね。はい、松橋ヒット1本損しましたね、これね。はい、ナイスプレーでした。そして7回の裏、最終回のマウンドには鳥海ですね。さすが大学、元大学ジャパンということで、うん、安定感抜群のピッチングで試合を締めくくってくれました。いいですね、やっぱり、ね、コントロールがいいと、ね、その辺でこう制球を乱して、ね、こうまあ、ランナーを出すということはないんでね、まあ、少々打たれることはあっても、まあ、技術の高い選手ですから、はい、ね、やはり制球力っていうのはこう大切ですからね、うん、はい、はい、ではこの試合、まあ、監督である雪永さんはちょっとお仕事で出張という形でしたが、はい、どうでしたかね、この松橋続きのコンビの活躍、小村のピッチング。まあね、まあ、まずは、ね、先発の小村投手ですね、まあ、5回で10奪三振というところで、まあ、その三振を取れる、まあ、能力、ね、そのボールはまだまだ健在というところを見せてくれましたよね。はい、まあ、あとは鈴木と、ね、松橋ですね、まあ、彼らも普段からね、まあ、子供たちに野球を教えているというところでね、自分もバットを振る機会もありますし、まあ、そういった部分ではしっかりしたものをこう見せてくれてるなという印象の打席が多かったと思いますね。はい、まあ、ちゃんと子供たちもこの日はたまたまですね、うん、ランニングをするがてら応援に来られてたんで、結構後ろにいますね。まあ、いいものをこう見せることができたんじゃないかと。うん、思います。ですね、はい、では本日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。メジャーリーガー、日本のプロ野球選手も使っておるこう計測器、ラプソードをですね、球児たち、これからの球児たちにですね、いろんなものを計測、そして彼らの成長につながればいいかなという活動もやってまいりたいと思いますので、前田も指導に行ったり、鳥を測って、こういうことが勉強になるよ、こういう風にしたらもっといいよというようなことがね、できるかなと思いますので、ぜひそちらの方もですね、待っていますので、ラプソード計測やってみませんか。